はっけえ。ロシア打ち。ロシア打ち。ああ、いや、意外と綺麗に飛ぶな、やっぱり。ちょっと聞いたのが、そのバインか。バイン。バイン。バイン。ノンバインみたいな。あれ入れればいいんですか？ナット。何発か打つと、ナット。ナット入れれば、重たくなるからピストン。初速も上がります。多分壊れますけど。あら、相手フロートありでしたっけ？相手フロート。なんだ？うわぁ！もうなんか電動で弓向き始めてきたよ。これ食ったのか。カロリーメイトの殻が出てきたよ。え？持ってきてないの？これ持ってきてないですよ。カロリーメイト。こうやんだ。あ、やめ俺。だいたいこの2人しかいないんだからカロリーメイト食ってんだって。ガチャ拾っとくから。今動画撮られてる。カロリーメイトで怒られ。俺も撮っちゃったし。今日はどのガンダムスタイルで。ジムスナイパー2くらいじゃないですか。僕ガンキャノン2でいくかな。いやこれスカーレット隊だ。全滅するじゃないですか。スカーレット隊。スカーレット隊とは機動戦士ガンダム WOAP ポケットの中の戦争に登場した地球連邦軍屈指のレオチ部隊である。スカーレット隊全滅。スカーレット隊行くぞ。スカーレット隊発進。おーい、どっちどっち。もう横から来てる？え？え？もういる？どこにいます？え？いや、あっちだよね。あっちで。こっちいないんじゃないですか？え？鳴らしていいの？スカーレット隊大活躍ですよ。劇中では全滅してたのに撃たれた。これ F 行きますよ。ナイス。いる。お立ち台の裏。あ、お立ち台じゃない、その奥だ。ああ、目あった。やばいぞ、スカーレット隊全滅しちゃうぞ、これ。立てよ、国民よ。いやー、よっかない。いやー、もう、冗談や。これ、俺、きついな。ダーン。よし。無理っす。車線通ってますよ、思いっきり。はい。あ、当たった。ヒットだ。これで今何回目ですか？2、3。あともう一回？もう一回。もう一回で終わりか。真面目にやりすぎて会話がない。欠点って言ったんですけど、やってる最中弾わかるんで意外と便利。それとやっぱりこうストックの形状が右専用なんで、左で構えるとどうしても滑って方付けしにくいです。それくらいかな。あとここにさっきのリアサイト外すとこういう、なんだろう、取り付けネジみたいな出てくるんで、ここになんか専用のレールつけるとスコープ乗るそうなんで、スコープのでも全然使えるから、お試しで買う分には全然あり。静かになってで、なんだろう、スナイパーの基本身につけたら VSR 買えばいいんじゃないっていう。初心者にボルトアクションライフルはあまりおすすめしません。
連射できないんで電動ガン買った方がいいです。